エネルギーナビゲーター大畑はるみがお送りする星読み連れずれぐさ19今日は小橋賢治さんのホロスコープを読む第3弾をお届けしますはい皆さんこんにちは大畑はるみです、えー、昨日に引き続き今日もあの小橋さんのホロスコープを読んでいきますが今日は、えー、昨日が第4ハウス第5ハウスというところでだいたい第1ハウスから第5ハウスまでの ハウスのお話をちょっとだけ説明して、えー、小橋さんのホロスコープを読んできました。で、小橋さんのホロスコープはご覧になってい,いただくようにですね、えー、トランスサタニアンのプルート、海洋星、めあの天王星という、こういう土星より外の星以外はですね、すべてこの4星ってるんですね。で、えー、特にこの6質が強いんです。この 木星もです、ね、ここの角度1235個も入ってるんですね10個の天体のうち5個が6室に固まっているとその上ここにノースノードまであるですからどれだけ小橋さんがこの5室のテーマをきちっと経験していかないと彼らしく生きられないかというお話を今日はしたいんですねで えー、今日はちょっとお時間がかかります。なぜかというと、6室というのはこの、うん、ハウスを見ていくときに非常に分かりにくいところなんですね。で、私も最初よく分からなかったです、6室が。まあ、5室も分かりにくかったんですけど、なんで分かりにくいかというと、まあ、あとよく皆さん分かりにくいのは多分8室、12室あたりだと思うんですけれども、こう、なんていうのかな。 いわゆるテキストなんかだとですね非常にこう簡単に書いてあるわけです表面的だけにね例えばちょっと私が20年以上前に買ったもう多分25年か30年ぐらい前かもしれませんけど日本語の教科書みたいなのがありますでちょっと読んでみますね第6室は、えー、第6室かっこしてあの乙女座の基本的位置と書いてありますね基本はまああのお羊座から始まりますので第6室は乙女座が基本的にある位置なんですね 原型ととしてはねでちょっと読みます第6室は勤務の室まあ、部屋ですねまた,または健康の部屋と呼ばれています生活手段としての勤労就職雇用目下や使用人との関係ペットを表します第6室には組織と結びついている仕事という意味があり全て奉仕したり面倒を見たり見ることに関係しますまた本人の肉体的な弱点をも支配し健康と病気 保険衛生に関する事柄を暗示します。としかないんですよ。で、まあ、次のページにですね、こう第,1第1ハウスから第12ハウスまでの一覧表がありまして、第6室のところには、勤務、就職、使用人、病気、保険、衛生問題と書いてあるんですね。で、多分、あのー、たくさんの,その先生術の教室とかに行かれてですね、 教わるときにもしかしたら多くの方はこういったことをこう覚えなさいと言われて覚えていかれてるんだと思うんですけども私も最初こうこれをまあ覚えてもですね読めないんですねホロスコープはであの昨日も第5室のところでね5室これ見ると娯楽ロマンス子供勝負ごと創作カストでね ちょっと読みます第五室は創造の部屋、もしくは娯楽の部屋と呼ばれます。人生の快楽と幸福な出来事を支配する部屋であり、屋室であり、芸術的な創作活動や趣味、娯楽、勝負事を表します。また、企業や陶器に関する興味にも関係します。第五室は生命の輝きと喜びに満ちた部屋です。ラボロワンスとジョージ、求婚の成功と不成功、子供を持とうとする願望もこの部屋が支配します。でこういうふうに書かれていても、 多分本当に皆さん、あの、この、こういうほ教科書本をですね、一通り読んでも、私は本当にホロスコープ、まあ、これはなんかわかんないなーで、その時は、すごく読みたかったんですけど、もう挫折したというか、あの、興味、あの、それ以上深められなくて、すごくこう、あの、なんていうのかな、満足がいかない状態が続いてました。で、だん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 その、うーん、 アメリカに来て英語でたくさんの書物が出てますのでいろんなアプローチで非常にホリスティックにね全体を通してホロスコープをその進化していく人間がこう進化していく過程として捉えて見ていくもっと大きな目で見ていった時の,あの考え方とかっていうことを学んでいけばいくほどですねもうのめり込んでいきましたでそういう視点で、えー、ホロスコープっていうかね先生術を学ばない限り皆さんは多分いつまでたっても深い ホロスコープを読んでいくという楽しみがわからないと思います。で、えー、今日はですからその6室のお話をするんですけれども、ちょっとその前に、えー、この第一ハウスからですね、ここのこの、今い,、ま、いわゆるここが活動級でしたね。 あのモダリティで活動休といわれてるのは季節の初めのサインですということで、まあ、サインでいくとお羊座は火の活動休そして、えー、蟹座は水の活動休そしてここが天秤座で風の活動休でここが山羊、えー、座で地の活動休ですね。で季節の始まりでここが春分点夏至春秋分点そしてここが、えー、冬至になるわけですよね。 で、えー、ハウスはですね、それを活動級と言われる、ここをですね、えー、アンギュラーっていうんですね。ここ、この十字のところ、アングルっていうんですね。で、アンギュラーハウスと言います。ですから、まあ、活動級がもともと持っているものの、ここはアンギュラーなんですね。で、次をですね、これ、サクシーデントと言います。で、最後のここの、柔軟球ですね、ここが、まあフィックスサインね、えぇ、ー、ですか、固定級と、まあ 対峙していきますけれども、対応してきますけど、ここがですねあのあの、カデントっていうんですね。で、えー、ここの持っている意味を少しずつお分かりになると、キーワードがあります。で、まずですね、このすべてのアングュラーの部屋というのはですね、アンギュラーハウスというのは、キーワードはアクションなんですね。そう。 その、なんていうのかな。自分をこう、セルフアクチュア、ア,ア,アクティベーションって言うんですね。自分をこう、自分らしく活性化していくためにいろんな行動を起こしていくんですけど、その行動をしていく活動休っていうのは、あの、何かをイニシエイトしていく。ね、始めていく力がありますよって言いましたよね、サインはね。で同じように、この第1ハウス、第4ハウス、第7ハウス、10ハウスというのは、このアンギュラーハウスって言われているのは、やっぱりアクションなんですけれども、やっぱり自分らしさをこう、 作り上げていく、活性化していくためのいろんな行動なんです。それで第一ハウスはもともとが火でしたから、火は何かっていうと、あの、火の、火のハウスというのはね、あの、火のサインっていうのは、サインはアスピレーション、インスピレーションだったでしょ精神性だしよね。でもハウスは、そういろんな事柄を経験するフィールドだって申し上げたので、そのファイヤーハウスのアイデンティティっていうのは、ファイヤーハウスっていうのは、この場合、1と、ここと、 えー、5とですね、えー、9になりますけれども、この赤で書かれているこの場所ですね。ここはですね、あの、やっぱりアイデンティティなんですね。こうあ、その自分の人生そのものに対する、なんていうのかな、態度というかね。で、まあ、あの、うん、人生の、こう、三味一体というかね。で、ここは、ですから、その、その、アイデンティティのアクションなんです。じ、自分が、 のアイデンティティを、こう、理解していこうとする資質ですよね。そこを、のアクションを起こしていくのが、お羊座のこの第一ハウスになります。で、次、ここのですね、あの、第二ハウスはですね、ここは、セキュリティというのが、えー、キーワードになります。セキュリティというのは、なんていうのかな、安定感とか安心とかね、 保証とかね。まあ、不安じゃない状態ですね。で、えー、例えばですね、あの、火の場合はそのアイデンティティですから、ここで自己主張をして、自分はこうだっていう、自分に対する安心感とか、保証をこう自分を表現することによって得たいという、得る。そういったことを経験する部屋が、この、えー、サクセイデントである火の第五ハウスの、あの、えー、なんていうかな。 えー、だというふうに理解していただきたいと思います。で、えー、この場合ですと、あの、第二ハウスは、ここは、あの、もともとが大し座になるので、ここはア、アースサインですよね。アースの、あの、エネルギーを持ったハウスになります。そうすると、アースというのは、えー、地の星座っていうのは、実際にマニフェストしていく。ね。 実際に物として頭の中で考えたこととか、こうなったらいいなというインスピレーションみたいなものを現実化させていきますから、やっぱり物なんですね。マテリアルなんです。実際的に物とか体とかそういったものであ、を実現化していくことを勉強するというかね、学んでいくというかね、そういったことを経験するのがこの Art、地のハウスなんですね。で、まあ、えー、ですからここは何て言うのかな。 あの最終的には富を築いていくものでね、というトリニティになると思います。それはここと、第2ハウスと、そして第6ハウス、こっちですよね。そしてじゃあ第10ハウスで、まあ実際にこういうところはですね、仕事なんかを見ていくとき、キャリアとか仕事を見るときも、ここの3つのハウスが非常に大切になってきます。はい。で、えここのキーワードはさっき言ったように、そのいろんなマテリアル、いろんな ことを通してですね、自分が持っている体とかスキルとか、実際に稼いだお金とか、そういったことで自分に対するこう安心感、自分をやっていけるっていうようなことをこう学んでいくっていうかね、そういうことを感じ取っていく、経験していくのがこの第、第、あのこの第二ハウスというかね、サクセイデントと呼ばれているこの2番目に来ているハウスですね、みんな。 で、ここの3番目のところというのは、これはミュータブルサインと対応してくるところですけれども、ここのキーワードはですね、learning なんです。ですから、ここでアクションを起こして、いろんなことで、まあ、自分の中で、こう、ある程度安定したことを、あ大丈夫だなってことを勉強するようになって、そして、最終的に何かを学んでいくんですよね。で、なんていうのかな、うーん、 まあ、ここではですね、いろんな情報の、その、今まで経験したことによって、インプットしたり、いろんなことを、こう、あの情報を交換したりとかですね、あ、これはこうだなって分けていく中でですね、やっぱりいろんな頭の中で考えたり、あの、オブザベーション、いろいろ観察した結果、こういうことを学ぼうって学べることなんですよね。で、あの、第3質は非常に分かりやすいですよね。あの、 もともとこの双子座で双子座っていうのは大体もう学び出してコミュニケーションをとっていろんなことをする学習の部屋って言われていますからねですけれどもここはまああの風のサインですから風っていうのはあの何回も言いますけれどもコミュニケーションをとっていきますから最終的にはそれを情報交換って人と関係をもっと作っていくことっていうことですよね。なんでコミュニ,コミュニケーションをとるためには誰か相手がいなきゃいけませんからね。 自分自身とももちろん関係を作れますけど、それは自分をまあ、ちょっと客観的に見て関係を作っていく。同じようにそうやって自分との関係がしっかりできている人は他人との関係もうまく作っていけますよね。そこにコミュニケーションが出てきて。だから、まあ、風のサインっていうのは、風の部屋というの、ね、は、風のハウスというのは、そういう関係性を作り上げていく、経験していく部屋と考えてもいいです。そうするとですね、 この六室というのも、これは学んでいく部屋なんですね。で、これは、その、マテリアルとか、物質とか、その豊かさとか、そういったことを学ぶための部屋なんです、ここは。で、えっ、ー、と、まあ、ハウスのことはちょっとこのぐらいにしてですね、このお話はまた、あの、自分でよるホロスコープでも申し上げてきますけど、まずそういったことを頭に入れてください。そうしてくると、だんだん分かっていただけると思うんですけれども、やっぱり、 あごめんなさい。あの、ロックハウスで学ぶことは、そういう、なんか物質に関係した全ての学び、うん、を学んでいくというとこなんですね。で、えー、もう一つ大事なことはですね、昨日も申し上げたんですけど、ここに地平線、水平線がありますよね。アセンダント、東と西の、あ,あの、線ですね。で、こっから下は、 あの,の、地の、地球の下、下に見えているところで、こう、あの、空の上に行ってるところじゃないんですね。見えないところなんですね。で、ここは自分の内側をずっとこう、まず生まれてから自分の内側をしっかりしっかりアイデンティティをこう、確立していくところなんですね。で、初めてここから西の空から上がっていくところで、ここで初めてパートナーシップ。他人と、自分以外の人と直接、その、ここで作り上げた自分を 使って、今度は一対一のパートナーシップとか、そういったところから一緒になんか作り上げていくバリューとか価値観とか、そしてもっと社会でもっと大きな枠組みで哲学とか宗教とか精神性とかって学んでいって、社会で認められてとていうようなこういうあのストーリーがあるっていうのはちょっとお話したと思います。ですから、ある意味、ここの独筆というのはこの自分の内側をある意味完成させていく最後の 非常に大切な学びのマナーですねで。この6室のテーマを通して初めてああ自分はこういう人間でこういう能力があってこういうことをこう社会のために役立てていける人間だなという自分らしさっていうのをしっかりとつかむことができるだと私は解釈しているんですでこの6室のテーマをきちっとこう学んだ学んでいないまま7室でパートナーシップとか取っていくと やはり、ここら辺で学びきれなかったところが、いろんなふうな、こう、しがらみとして出てきて、またいろんなことが起こってくると思うんですけれども、そういった意味で、6筆というのは非常に大切な、私は多分、こう、人生生きていく中で、6筆のテーマをきちっと、こう、あの、なんていうのかな、うーん、学習してね、学ん,学んでいくことが、ある意味非常に大切なことだろうなと思っています。で、 やっぱりですね、学びですから、いろいろあるんですよね。で、ちょっとここのお話をしていきますけれども、あの、その、なんていうんですかね、まず語室がね、語室が、ここで自分で生まれて、いろんな感覚で、あの、自分以外の人っていうので、お母さんとかお父さんとかっていうことから自分の感覚を作っていって、それからいろんな近場でコミュニケーションして、勉強して、 まあ、兄弟とか近所の人とか、あと学校に行って学習することによって、今度は家庭の一員としての自分っていうのをこうある程度確立したら、もう一回自分の精神性に戻って、今度は私はこういう私よって言って自己表現するのが語質のテーマですよって申し上げましたね。で、語、え、質、ー、はもともと獅子座のうん、が、あの、位置するところなので、獅子座のテーマというのも太陽で、 えー、王様のサインで、やっぱり自己表現がテーマになっていますよって申し上げました。で、ただ、えー、大橋さんの場合は、小橋さんの場合は、こんなに獅子座に星はあるけれども、実際に、ハウスとしては五室よりも六室にほとんどの星があるんですね。だから、六室、この五室の自分らしさというものをですね、表現するときに、この六室というフィールドで経験をしないと、彼の この太陽というか根性の目的というか学ぼうとしてきた使命というかそれがこう自分らしく生きられないんですよというのは昨日申し上げたと思います。でじゃあ6質何よって言ったらこの5質ということがよく理解できれば次に来ること分かると思うんですね。で先ほどちょっと乙女座のことでですね5室でみんなが太陽みたいにサインで輝いちゃうとぶつかるから乙女座はちょっと引いてこういろんなことをこう 分析して調整していくって言いましたよね。で、まさしく、あの、6室もそういうリアジャストメント。調整作業が入ってくる部屋なんですね。自分はこうだってこう、あの、表現したとします。で、まあ、アーティストでも芸能人の方でも何でもいいですけど、あのー、自分でこう、いろんなものを作っ,作って、まあ、ある程度、かなり自分で自己満足というかね、自分で満足いく作品ができたとしても、 またしばらくそれが続いてくると、今度はもっと、もっといいものっていうふうに、いつも、いつもいつもその、なんていうのかな、これで完璧ってのはまずないと思うんですよね。で、そういった時に人は何をするかというと、やっぱりあの、いろんなことをこう、ちょっと客観的に見てですね。で、あの、調整をしていくわけですよ。ね。で、なんていうのかな。 そうするとですねや、どういうことが感じられてくるかっていうと、あやっぱりまだ自分はまだまだまだ,まだとかあ、もっと例えば他にこういうことをしたいけど、まだ自分のスキルが追いつかないなと、まだここを勉強しなきゃいけないなとかですね、もしくは、あのうーんなんだろう。 もっとなんか若い人が後から、ね、出てきて、なんか自分はここはあの技術がだんだん進歩してきて、自分の時とは違って、特に IT 業界なんかそうですよね、そうすると、あ自分はもう一回ここを勉強し直さなきゃいけないんじゃないかなとか、そういうことが起こってきますね。そうすると、ちょっと、ご質ですごく自信ができた自分をですね、あのちょっとシュリンクする感じで、ちょっと縮まってですね、ちょっと自分の敗北感というかね、そういったことを味わわざるを得ない部分でもあるんです。 でもそこが自分の成長にとって非常に大切だっていうことが多分皆さんお気づきになると思います。で、あのそういう意味でこの6室に星がある方はですね、まあっていうか星がなくてもですね、6室ということに関してはやっぱりいろいろと苦労するようなことが起こってきます。はい。なぜかっていうと、そうやってある程度の,その自分に対する敗北感とか、 あのー、まだまだだなとかいうようなことをですねこう自分の内側を見れば見るほどですねその自分の力不足感とかフラストレーションとかねなんか打ちのべされた感覚みたいなものがはっきりしてくるんですね。でそういった時にうーんいろんなそうなってきた時に、あのー、いろんな何て言うのかな現実世界の中でもですねここは あのもともと知の部屋ですから現実世界でいろんなことがそういうことを何て言うのかな例えば個室でものすごくこう人気が出てあの芸能人の方でもねいろいろこうやってくると忙しくなってきてもうスケジュールこなすだけで自分のその本当にやりたい仕事じゃなくてもまあその事務所の意向、うん、でこれやりなさいって言われてでやりたくないなと思ってもまあ その人気が出てきてるのを失うのは怖いとかいろんなことがあってですねやらざるを得なくなってくるそうするともう寝るのも惜しいあの寝かしてもらえないそうするとそれでもでラーメンだけしか食べないとかねそうやってくると体のこととかをこう無視して頑張っていっちゃいますよね期待に応えようとしてそうしてそういう無理が積み重なってくるとある時突然病気になったりね 怪我をしたりね、寝不足になって不注意になりますから怪我をしたりとかねこれすごくいい例じゃないですか。でそういうようなことが起こってくるんです。で別に病気にならなくてもその仕事をどん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 こう与えられてくるのであの一生懸命あの自分を何て言うかな芸能人の方じゃなくてもねやっぱりその何て言うのかなご質とかいろんなところで社会からこう 要求されていることをですね、一生懸命やろうとすると、ここはやっぱり日常の生活で学ぶことですから、皆さんがよくやることは毎日の仕事ですよね。あのもしお家で子育てとか家事をしてらっしゃるお母さんだったら、その仕事、毎日のその子育ての仕事、家事の仕事、えー、働いている方だったら仕事で、毎日の勤務の仕事も入ります。でそういったことの中で、えー、学んでいくことを象徴しているので、その何て言うのかな、 そこでもしバランスが悪くなっているときていうのは必ずいろいろ問題出てくるんですね。例えば仕事が行き詰まってうまくいかないとかうつ病になってしまうとかやはりさっき言ったように精神的にそのストレスを抱えてっていうような感じで心身ともに体っていうのはある意味で物質じゃないですかそういう肉体とか現実のところでいろんなことがうまくいかなくなってくると,くるということを通してですね学ばせられていく部屋なんです。 ですから、ある意味非常に、あの、チャレンジが来るし、それから、今までこうだったのに突然そういうことが、例えば土星とかが、あの、お不動様の星がね、トランジットでこう、こ,うこの土星ですが、ここら辺に入ってくるとですね、やっぱりそういったことを学ばせるためにいろんなチャレンジが来るんですね。で、そこをいかに乗り越えていくかということが、六筆のテーマなんです。ですから、 星がなくても、六室は必ずそういうとこありますから、皆さん、遅かれ少なかれ、あの、こういった星が切るとですね、もしくはプルートなんか来るとすごいですよね、シット再生の星ですからね。そういうところを非常に深く変えさせられるような学びの、あの、体験をするところが六室です。で、うん、なんていうのかな。そういった、そう、なんかある意味で失敗してしまうようなことですよね。クライセス、危機とか、 挑戦が来ると、やっぱり、敗北感っていうのはあるというか、味わわざるを得なくなるんですね、この6室にいると。もちろん、そこがうまく回っているときは、あの、すごくこう、達成感があるし、自分は生かされてるなっていうの喜びにね、味わえる、学んだとはね。でも、そこが、自分が学ばなきゃいけないものを学んでないときに、5室でわーっと自分も出してしまって、ただ、それが非常に自己満足の形で自分を表現してしまったとき、必ず調整が入っていくでしょ。 だからその挑戦をするところが6室だと思ってください。で、そういったところでですね、そういった危機,危機,危機とかね、そのチャレンジになったときに、その人の本来の人となりっていうのが見えてくると思うんですよ。要するに、ある程度その病気になったりとかっていうのは、緊急事態ですよね。日常生活の中で緊急事態が起こってきて、そこで学ばされていくんです。毎日毎日の生活をしていくという人生という。 学ばななきゃいけないけことがはっきりはっきり見えてくるんです。はっきり見えてくるっていうことは、そこで、一生懸命そのことについて対応していったらね、リスポンドしたら見えてくるんです。そこをリアクトしてしまうと、見えない。なんで私だけこんな目に遭うのとかね。なんでこうなのって。なんで私だけこんなこき使われるのっていう感じで、その、なんていうんですかねあの、その事象にどっぷり使って、 自分がこう犠牲者のようにですねそこから学ぼうとしない態度でリアクトをいつまでもしてるとそういうことを何度も何度も繰り返し経験させられてしまいます。ですけれどもそういったあの危機になった時チャレンジが来た時はある意味私はいつもあのオラクルカードリーディングで申し上げてるんですけど私はそれはあのオパチューニティだなと、うん、ある意味非常に大きなチャンスなんですよね。 何のチャンスかっていうと、本当の自分に気づけるチャンス。本当に自分が何をした、したいと思って生まれてきたかっていうのが気づけるチャンス。いいチャンスなんですよね。で、そういうリスポンドしていく。そういった緊急事態になった時に、どう自分がリスポンド、対応していくかっていう能力で、その人の本当のその、その人らしさっていうのかな、見えてくると思うんですね。で、 えー、非常にごめんなさい難しくてうまく説明できるかわからないんですけどで究極の私6室の目的っていうのはですねまあ一言で言うとグローフ成長していくことこの6室ですごく成長させてもらえる部屋なんだろうなと思うんですよいろんその成長をするために本当に自分らしく生きるために自分が成長できる機会を与えてくれるところがこの第6室 のテーマだと思うんです、うん、でやっぱりですね、本当のじゃあ成長って何って言ったら、自分がこうやりたいって、太陽のこうやりたいことを輝かせることはすごく大切なんですけれども、それが独り善がりの我の太陽だったら、本当の太陽じゃなくて、こう自分、自己満足の,あの表現になってしまうでしょ。でそういった ももちろんでも自分を輝かせるのすごく大事ですそれをこういかに人の世の中のために生かしていくかということとの調整が始まってきた時にバランスをとって輝かせることが分かってきた時に本当の,その自分のね人生とか魂の目的みたいなことに近づいていけるだろうなでまあ私はいつも言いますけど仏教徒なので多分ここはその自分の仏性を磨かせてもらえる。 物証に気づいて物証をこう輝かせるためのまず最初にすごく大きくこうチャンスをいただける場所が6室なんだろうなっていうふうに思っているんです。であのまあですからそういった時でその 再調整が始まりままりすよねうまくいいかない何かがそう,うまくいかないことが起こってきますから実際の生活の中でそこをちょっとずつ調整していくんだけれども基本的にその付け焼き場でちょっとだけこう何て言うかその対処療法をしてるときは同じことが何度も何度も来ますね根本の深いところの自分が何に学ぶかっていうことを学ばない限りで要するにここはだからある意味こう成長するためにはオリ,リオリエンテーションが必要なんですよ その、オリエンテーションというのは、オリエントというのは、太陽が昇ってくる場所っていう東のことを指しますよね。で、自分の太陽はどっちかっていうこと。自分が本当に太陽として、私の太陽はこっちって決まったところを、もう一度こっちと思ってたけど、自分の画で、わーって語質でこう表現した時は、ここだと思ってたけど、やってみたらちょっと違うと。で、もう一回ちょっとここで一歩引いてですね、 乙女座のその識別力を見ながらいろいろこう考えながらいろんなことをしていく中であ、私は本当はこっちの方に行きたかったのかなっていうようなことがリオリエントできていくそういったことができるのもこの6室の部屋だと思いますであのですから何て言うのかなこの6室っていうのは基本的に一人一人がですね個人がですねここはまだ 他の人とは社会の中出てませんから、個人が内側で個人的なそういうクライシス、危機をですね、どう対処して学んでいくかっていうことを経験する場が6室とも言えると思うんですね。で、もっと、もっと深く言うと、その成長するということはですね、人が変わっていく、トランスフォームしていくことなんですよ。 で何度も言いますけどその生我から大我に変わるというかねこのいわゆる自分の本当のエゴだけで輝いてた自分を本当のハイヤーセルフの自分にこう出していく第一歩そうやってハイヤーセルフに変わっていく場所がこの6室なんじゃないかなと思うんですね8室もですねトランスフォーメーションの部屋なんですねこれは死と再生の星ですから。 で、スコルピオというのはそういった、あ,あの、何て言うのかなあ、あの、テーマを持っている星です。で、ここは深いですよね。あの、不動虚ですから、深く深く掘り下げます。で、ここはですね、やっぱり、その、こうやって自分で完成させた事故がですね、本当は社会にポンと飛び出して、パートナーシップを組んで、今まで全然知らなかった赤の他人と、 2人で何かを築き上げていくときにここで本当にその、うん、変容を遂げていく,く部屋なんですでここをうまくするためには絶対ここをしっかり通ってないと私はできないと思うんですねうんだからそれそういう意味でもですねもうこの6室のテーマにしっかり取り組むということはもうすごく大切人生で大,大切なことだなと。 私は思うんですこれは小橋さんだけでなくてどなたでもここに星が一つもない方でも皆さん必ず6室がありますからですから6室についてはですね今日は本当に長くあの私のつれづれなままにご説明してるんですけども理解していただけないた,たいなと思ってるんですでさっきも申し上げたようにこういうなんていうんですかねそういう危機とか チャレンジ挑戦が来た時っていうのは本当にその成長の機会チャンスだっていうふうに捉えてこの6室のいろんなイマージャンシー緊急状態いろんなことが起こってくることをある意味苦しみともなりますけどそうやっていくとそういうふうにねあの取り組んでくると今度はそのオポチュニティがどんどんやってくるんですね。その チャンスとして捉えないで、なんで私だけこんな苦しみになるのなんでこんなに一生懸命働いてるのにみんな私のことを感謝してくれないのな,なんでなんでというふうにその中にどっぷり使って学ぼうとしないで、なんていうのかな、うーん、うん、溺れてしまってるような時はですね、そこが見えないんですね。でも、そのいろんな嫌なこととかが来るけれども、それをチャンスだと。 自分の仏性を輝かすためのチャンスなんだっていう視点で見れた途端にですね本当に不思議ななくくらい、いろんんポティの方がやってきてきれるんです。それは多分私はまああの私はその,その仏教だけじゃないですけどそういう精神世界のことに非常に興味があって魂は永遠でという価値観を持ってますから必ず人にはあの守護の神霊守護霊様守護神様もしくは守護天使 ガイド。ね。私はガイドと呼んでますけど、そういう方がついてらっしゃる。で、そういった方がですね、おお、そうか、はるみよ。あの、やっと気づいてくれたか。じゃあ、君が学べるように助けてやろうと言ってですね、本当にそういうことを学ばせてくれるようなチャンスをくださるんですね。だから病気になっても、その病気から、ああ、ここで私は何を学ばなきゃいけないんだろう。っていうふうに、こう、学ばせてくださいと。わからないけど、 なんかここから学ばなきゃいけないことがあるんだったら、学ばせてくださいって私は祈るんですね。うん。こう、ガイドとお話をするんですね。そうすると、不思議なぐらいの感じでシンクロニスティーが起こってですね、学びのチャンスを与えられてくるんですよね。うん。うん。と、私はすごくそう思うんです。で、そうしたことから、なんていうのかな、あの、本当に、 この個人の成長というのは、あの、大きな変容、トランスフォーメーション。変容が起こってくると思うんです。それから、ある意味で、いろんな条件のですね、コンディッションが変化してくるんですね。で、そういう変化をしていくっていうこと、もう、六室はだから本当に変化をしなきゃいけない。生まれ変わる部屋だと。自分が人と関わっていく前の、自分の内側を、最終的に自分はこういう人間になりたい。 こういう人間なんだって語室でこう思ってやってみたけどそこで調整しなきゃいけないことをやった上でこうだというそういう自分をこう築き上げていく場所そこに移行していく場所ですですから非常にこの何て言うんですかねあのうんそのいろんな条件とか状態が変わっていきますからトランジッションのとこなんですねでこれって何て言うのかな蝶々 と同じだと思うんですよ。あの、あの、まず人間が生まれてくるってことは、ある意味苦しみですよね。生みの苦しみだけど、産んでくれるお母さんも大変だったけど、多分生まれてくる私たちも、あの、細い山道を通ってですね、生まれてくるんですから、居心地の良か,かった子宮からね、出てね。やっぱり、それはすんごい、あの、痛みも伴う苦しい、あの、道だったと思うんですね。でも、そうやって生まれてきました。 で、いろいろこう培ってくれて、この六筆で何が起こるかというと、多分六筆はさなぎになっている時だと思うんですよね。で、いろんなことがこう起こってくるので、調整するために内側にこもりますよね。で、じっとしばらく耐えなきゃいけない。まあ、さなぎはじっとしてますけど、中でいろんな滑走してると思うんですよね。私は、さなぎはわかりませんけど、でもこれは多分、例えとして。うん。そ、それで、 えー、サナギになってそれから最終的にはまた大きく何て言うんですかあの変態をしてですねメタモロフィスがあるんですよねメタモロフォーデとも言いますけど蝶々っていうのは全くサナギとかあのキャタピラー毛虫からは全く違ったものが出てくるそういった変化をするのがこの6筆のテーマなんじゃないかなと思うんですでこういったそのいろんなこうトランスフェーション う状態が変化していくときには必ず苦しみが伴うんですよね痛みとか。でやっぱり痛みも伴うだろうし忍耐力も必要だと待たなきゃいけないじっくりそれから持久力も必要,だ必要だと思うんです。でもこういった6室のそういうテーマが6室はこういうことテーマを経験するところなんだって理解して。 この6室のテーマに取り組んだときはですね、すべてのそういう痛みとか苦しみとか与えてるのは自傷病気だとか怪我とか失業とかも入るかもしれません。そういったことを,を通してですね、すべてに意味があったんだなと私が学ばなきゃいけないことを教えてくれるためのことだったんだなって気づけたときに、人は本当に自分らしく生きていけるんじゃないかなと私は思ってるんです。 で、そういったことを本当に乗り越えていったときに、多分そういったことをそういった意味付けでこう、こう、辛かった感情とかありますから、リリースしていける。本当にそこで癒しが起こってくれると、来ると思うんです。だから、6室というのは、ある意味、癒しの部屋でもあるんですね。で、6室が非常に強い方は、そういう経験を通してですね、本当にヒーラーさんとかやっていく方がすごく多いんですよ。医療関係者とかね。 あのヒールしていく、うん、それはやっぱり6室でそういうことを経験してそういったことを学ん,だ学んでるからそこにそういうことが起こるんだと思うんですね。まあその6室にある、うん、星6室、ね、がどういうサインでどういう星があるかによってまた変わってきますけれどもですから6室にはそ,あのそういう何て言うのかなこの6室の経験を通してヒーリングというようなことも大きなあの。 なんていうのかな、経験をする場所なんだろうなと思います。で、で、やっぱりですね、このロック室のそのヒーリングをするときっていうのはね、なんて言ったらいいかな。5室では、私ってこう輝いていろいろやってますよね。で、やっぱり自分が、だから私が王様でっていうのは、こうやる、こうやる、こうやるというふうにやってて、どっちかっていうと、その自分がこう、駆け出してるときは、 うまくこう、ま、あの特にエネルギーが回ってる時はねあの人の助けをこう求めることに気づけないんですね。ですけれども一回ちょっと挫折をしたり経験をすることによってああ自分一人だけじゃなくて人を頼っていい頼るっていうか助けを求めていいんだなと。うん、逆に言えばその 人がが困ってているるるにまた助けけあげることでできるわけじゃないですかそうやって自分以外のものと自分とのこの何て言うのかなコミュニケーションっていうかねってことがこうだん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 だこう分かってくる時だしその人だけじゃなくてやっぱり天に向かって宇宙とつながって本当の自分の物証を輝かせていくためにガイドとかにどうか見せてくださいってこう。 素直にこう、つながって、助けてを求めることもできていくようになっていくと思うんです。そういうことができないと、多分結果として、本当に失敗だけに終わっちゃうので、敗北感の傾りになって、6筆のテーマを、こうやってオポティニティとして見れないまま、どっぷりとその事象にのべり込んでる方は、感情も何もかも。そうすると、セルフピティ、自己憐比に陥ります。で、なん、さっきから言ってるの、なんでこんなことが起こるのね。 なぜかなぜかと。これはなぜかなぜかがずっと続くのは、その経験をさせてもらっている本人が気づいてないからなんです。自分には必ず自分にしかできない役目があって、その本質的な自分の宿命というか、根性を生まれてきたこう役目をね、果たすんだ。そこを学ぶんだっていうことに気づいてないから、そういうことが起こるんだと思うんです。 で、そういうことに気づけてきたら、人はですね、一生懸命、こう、いろんな日常の中で忙しいかもしれないけど、まず一生懸命働きますよね。で、で、それからやっぱり、喜びで、こう、人のために何かできることないかなと思って、サービスをするんですよね。で、さっき言ったように、こう、まだまだスキルがうまく、 ここはもっと学ばなきゃなって言ったときに、若い人はそういう敗北しても、割とこうリカバーできると思うんですけど、まだ若いし経験ないんだってことでもうちょっと学ぼうとしていきますけど、ある程度年を取ってきてからの6室のテーマが来たときね、年を取ってきてからこう、土星とか来た時に6室が来ると、今度はその、ある程度自分の過去でこう、ある程度うまくいってたことがうまくいかなくなってきたときに、こう、真摯になって、新しいことを学ぼうとして、弟子入りをするようなことが、 拒んでしままうことがありますよねでもそういうのも取っ払って本当に弟子入りしちゃった時に弟子入りするためにはある程度資格もいるんですよ。で、いいマスターを見つけてね、そこで一生懸命もう一回学び直す。そういった方はですね、そこでものすごく伸びてきて、本当のマスターマスターとしてやっていけるんですよね。このパロットカードの9の ーミットのようなカードですよねそういったことになっていくようなそういうなんていうのかなそういったテーマがこの6室で勉強できるすごく大切なかけがえのない素晴らしい部屋だと思うんですでそういったことを通して本当の内側の個人個人の自分に対する自分は世の中でたった一つしかないかけがえのない魂なんだな っていうことを、が浮かび上がってきて、そういうことを学べるのが、この6質のテーマだと思うんですよ。で、そうなってくると、もう、人は、やっぱり自然にですね、えー、人のた、世の中のために、サービスをする、奉仕をする、喜んでですね、そういう、そういう実力も出てくるから、人からなんか、あなたはすごいねって言われなくちゃ、自分がすごいんだと思えないんじゃなくて、自分の中で、 あ、私はちゃんとやっていけるという、ある程度自分をこう認められている。自分である程度こうコンプリートしてるんですよね。その、ロンリーネスとアロンネスは違うんですね。この、本当にそう人、人を必要なくて自分の中で自分は大丈夫という、傲慢ではない自分の偉大さみたいなもの。 価値観っていうのを気づけた時に人は本当に喜びで人のためにこう自分を使っていくことができるし何て言うのかなその自己満足っていうようなことはもう全くなくなってくるんですね。語質の自己満足さが取れてくるんですねそういったこと本当の何て言うのかなうーんその自分を超えたですね自分に出会えてくるのがこの6質のテーマだと思うんです。で そういう意味で、六室でやることは闇、シャドウと向き合うことなんです。で、ずっと私はその今、プルートが来てっていうことで、あの、まあ、矢木座のところにいた、プルートと、あの、彗星が、あの、1月からずっといましたから、いいチャンスだから闇と向き合っていきましょうねってお話をしてたと思います。で、あの、シくもですね、今、ここのところにですね、あの、 木星とかが来てますよねだから今この乙女座のテーマになっているようなところがですね非常にこう,こうエネルギーが来ているので本当にしっかりと闇と向き合っていろんなところをリリースしていく中で自分本来の物性がキラキラ輝かしていけるチャンスがあるところがこの6室だろうなと思います。で随分長くなりましたけれどもあの ですからね、六室というのはあのいわゆる典型的なあの、まあ、吉居を占うようなところだと六室というのは教室というかね、あんまり良くなくて六室に星があるとここはあの星が弱まるとかっていうふうにあの教科書とかには書いてあるんですけどもそれはどうしてかというとそういういろんな試練が来るからなんですね。確かににここに星,星ががが多多いいい方はそういう試練が来るチャンスでです。でも、 逆を言うと、そういうオポチュニティがたくさんある人でもあるんですね。うん。あの、その時その時生まれた時のによって何回も生まれ変わって魂っていろんなことを学習してるわけじゃないですか。だから、ホロスコープを見るとこ、この方の、あ、今回の学習のテーマはここなんだなっていうのが見えてくるんですよ。そこが面白いんですね。本当にそうやって自分のことが分かってくるセルフノレッジがすごくこう、自分を知りたくて私は、 ホロスコープとかアストロロジーを勉強し始めたんですというのをアストロロジーとは何かというビデオで申し上げていると思うんですけれどもあの本当そうなんですねで小橋さんのこのホロスコープ非常にユニークなホロスコープを見るとですね小橋さんのテーマはやはりこの6室と4室まあここ5室も入りますけど特にこの6室のテーマを経験するために生まれてらしたんだなと いうのをすすごく感じますで、えー、もうあまり時間がないので、えー、もうちょっとその後から、えー、次のビデオで詳しいことをご説明しますけれどもそういった意味でまず太陽がここにありますよねで金星もありますで、えー、木星もあって金星と太陽は24度20度重なって木星も21ですからこれ全部5なんですねでこれは アスペクトから言うと超ラッキーですよね。で大体あの太陽と金星が合になってる方っていうのは非常に美しい方多いですねあの。彼もイケメンですよね。非常にお子さんの時も可愛かったしねビデオで見たら。で木星っていうのはどんどん広げてくれる金星と木星大体ラッキースターと言われてますからだから小橋さん自体は非常にそういう自分の太陽をどんどん輝かせられるってどんどん伸ばしていける可能性をすごく持ってる方なんですよね。 だけどそこをですねこの6筆のテーマでそしてもう一つ大切なことはこのカルメネートしてる海洋性アンコンディショナルラブをですね仏の愛神の愛キリストの愛をこう理想としていくようなこの星のエネルギーをこう,うまくこう使っていくような学びをして初めて彼は彼らしく生きられるんだろうなというふうに私は見ています。 で、もう一つ、ここにノースノードがあるので、ノースノードがあるところというのは、根性で学ばなきゃいけないことなんですね。ですから、やはりもう、彼はここに、ここのことを本当に学ぶために生まれてきてらっしゃる。非常に分かりやすいコロスコープですよね。で、えー、ちょっとですね、こちらの図を見てください。これはですね、あの、いわゆる10天体だけではなくて、 アストロイドと言われているあの純惑星ですね、えー、ベスタとかですね、えー、セレスとかジュノーとか、あとは、まあ、ブラックリリ・ムーン・リリスと言われているあの感受点とかをあの入れたもうちょっと複雑なあのホロスコープです。最初からこれをお見せするとあまりにも複雑すぎて分かりにくいと思うのでねで。でもこういうところを読んでいくともっともっと非常に細かくよく分かってくるんですけれども。えー まあそれはいつかまた、機会があったらこのところご説明しますけれども、ここでもですね、このブラックリースもあるってことは、本当、ここすごいんですよね。で、なここ、何を言いたいかというと、この外側のこのトランジットを見たいんですね。で、えっ、ー、と、昨日小橋さんからですね、あのメッセージいただきまして、で、多分12月頃でしたと、ネパールに行かれたのは。で、これ、12月で変えてみたんです。そうするとですね、土星がですね、なんとじゃじゃーんと。 もう6室にちょうど入ってきた時があのネパール行きですよね。で多分土星というのは一つのサインに、えー、2年半ぐらいいますのでその2年ぐらい前から彼はいろんな行き詰まりを感じてらっしゃったと思います。そしてあのー、まああのー、その後でですね、えー、彼が30歳の お誕生日を3ヶ月前に目の前にして肝臓を壊されたというお話を聞いているので、そうすると、8月から3ヶ月引くとですね、5月の19日なんですね。それで2009年5月の19日で、えー、ホロスコープ作ってみました。そうするとですね、土星がですね、なんと、彼の生まれた土星はですね、乙女座の14度なんですね。で、トランジットも14度でピタッと重なってるんですよ、ここ。 その時に病気になってるんですね。だから、本当にお不動様だと思うんです。これは、あの、サタンというのは、あの、土星のことですけど、あの、太陽の周りを大体30年弱かけて、29年何ヶ月でですね、一周するんですね。だから、どなたも30歳の前になる頃に必ず生まれた時のサタンの位置に、土星がですね、土星の位置に戻ってくるんです。それを土星回帰、サタンリターンと言います。 で、これ、第一の危機なんですよ。いろんなことがこうやって、いろんなあのチャレンジが来るんです。気づきなさい、学びなさいと。で、私が、サタンというのは、あの、インドの、あの、うーん、何て言うのかな、あの、先生術なんかでもですね、もともとは強制、マレフィックと言うんですけれども、それはそういういろんな挑戦を、とか、危機を与えてくるからなんです。ただ、いろんな責任も負わ,る負わ,あの負わされるしね、 でもそういうことによって学んでいったときはものすごく自分をこう成長させてくれる星でもあるんですね。で、えー、このサタンリターンのときに、えー、ましてやここは健康のところでしょ。なぜかっていうとそういうことを学ぶて学んでいくためにそのいろんなここは6室というのはアースのとこでしょ。マテリアルですよね。ものですよね。だからさっきも申し上げたようにその 物と言って物質という意味では体というのも肉体というのも一つのものですからね、えー、精神性とか頭の中で考えていることじゃなくて具体的な体をですね、が病気という形でチャレンジが来るんですね。だからここが健康の部屋になるし、いろんなことをこう社会のためにこう働くことによって学ぶからここが勤務の部屋とか言われるし、 そして癒しの部屋になったりとかですね健康の部屋とかっていうのはそういったことを学ぶためにあのマテリアルでラーニングするためにそういうことがあるのでそういったあのいろんなキーワードが出てくるんですね教科書の上でそこが分かってくるとものすごくこう、うん、ハウスを読んだりすることがあのもっと深く読めるようになると思うんですけども、えー、またちょっと雑折しましたが、えー、そのようにですね えー、本当にこの土星リターンがピシッと重なった時にですね、彼は病気になってるんですね。で、えー、ここに、あの、ノースノードも8ですから非常に近いですよね。そういった意味で彼があの病気をしたというのも、いろいろやりながらそこで病気になって、でも彼はめげなかった。それで、えー、その、 トレーナーの方にお願いして、なんか体を、病気をまず治さなきゃということで、えー、いろんなトレーニングとか食事療法とかしながらですね、3ヶ月で本当に病気を乗り越えられて、30歳になったお誕生日の日はですね、えー、確か YouTube のどっかのインタビューでおっしゃってたんですけど、あのー、序情班で人からこう、援助してもらってる状態でやっと乗り越えたとき、何にも思ってなかったけど、 僕はこんなに幸せだと思ったことがなかった。すごく不幸せでしたとおっしゃってる。それはまさしくその瞬間、小橋さんが小橋賢治として、長女としてさなぎから生まれ変わった瞬間だったんだろうなと私は思いました。はい。で、そう生まれ変わった彼が、その後どんなふうになっていったかというようなことをですね、またおいおい、このトランジットを見ながら、えー、次回は、えー あのお話ししていいいきたいと思います長々と約1時間ぐらい経ってしまいましたけれどもあの皆さん30歳になった頃に近い方は必ず「サタンリターン」きます。それが皆さんのサタンがどこにあるかによって違ってきますけどそこのお部屋のテーマになっているような経験をさせられます。でもそこを通してすごくいろんなことが成長できます。そして今皆さんの,その太陽とか星がたくさん ここにある場合、それから、えー、たまたま乙女座がこのサタンがあるようなところはですね、ここがちょっと苦しいかもしれませんけれども、あのー、6室がそういうことだということが分か,った分かってきたらですね、多分皆さん、いろんなことをですね、こう目からうろこしのようにですね、見方が変わってくると思うんですよ。そしてそういったことにありがたいな、感謝をしてですね、そしてもうとにかくガイドに頼みましょう、手にですね、 お願い。助けてください。道を見せてください。私はこれをどうやって乗り越えたらいいか。ね、道を見せてくださいと言っていくと、オポチュニティがたくさん来て、たくさんそれを乗り越えられる機会を与えられます。で、やっぱりそこは一生懸命働かなきゃいけます。一生懸命やると、コミットメントしてやっていったときに、必ず私は道が開けて、本当に素晴らしいご自分に出会っていけると思うんです。で、そう出会ったところで初めて、パートナーとですね、あの、世の中、 と巡り合いながら社会に出ていけるいいけ,い,いけるんだろうなと思います。<laughs> はい。でそういうわけでですね。あの、えー、そのことはですね。もう一つあの今年の2016年のオラクルカードリーディング12サインで。 初めて YouTube チャンネルを立ち上げたときに私読んだんですけれども、でその時にあによく出てきたカード、初めて12、3位をね、いっぺんに読んだっていうのは、本当生まれて初めての経験で。でもそうすることによって、あ、同じカードがよくよく出てくる。そうするとやっぱり今年のテーマはこれだなっていうのをまとめたビデオもあります。で、その時に出てきたカードで、Birthing というのがありましたよね。生まれ、出産のカードですよね。で、生まれてくる。 まさしく今年はですね、新しいものが終わって新しいものが生み出てくる。そしてコミットメントのカードが何度も出てきましたね。で、フィアレスのカード。あの、そう、不安は取ってですね、天と繋がっていったら必ず守ってもらえるというところで、一歩を踏み出していくときに、覚悟を決めて一歩を踏み出していったときに、皆さんは本当に素晴らしい自分に出会っていけると思うんです。で、そういう意味でですね、2016年、まだ始まったばかりですね。あの、 この今年の12月どんな自分で会えるか楽しみにしながらですねこれからの1年を過ごしていきたいと思います。はい長いい長間ごご聴ありがとうございました